いや俺適当に言ってるだけね。一回も呼ばれたことないから。 B サイトの守りに入れそうです。手前バリアオーブを展開、ブーが破壊を狙う。ウィングマンの設置に対してはフラグメントが返せてる。残り13秒。さあこの次の設置タイミングでヘレティクスでリテイク始めるでしょうが、ジョナピーサイト中からブーのワンピック、パティックも合流した。ポイズンクラウドの中、アイシー強気なポジション、リーフワンピック、ただベンジーフィッシーダブルキル。人数惜しい。ナイスカバー。いやてかベンジーマジ強え。こいつ非常に早い段階での情報取り、ヘレティクスお見事でした。ベンジーフィッシーがフォートナイト有名プレイヤーだったのって聞いた時、情報取りでしたよね。まあパフォーマンスは正直普通だな。でもネームバリューがあるんだったらフォートナイト釣れるから YouTube のサムネイルにしてやるぜっていう思いで見たんだけど、普通に上手いわこいつ。一つこのウィングマンのプラント止めることができた、リポジショニングを一度させなかったというところもお見事でしたね。ワンウェイの定点もミスが許されないというのが現状のバイパーの仕様です。ただファーストバッターブー、ただこの糸しゃがんで、いやー貫通のキーそのままヒットショット出てきたところも、これまずベンジーフィッシーのキルです。手前に入り削りを狙う、ただ正面の打ち合いでブー背後を取れた。泳がすと2キルが欲しい、ダブルキルが欲しい。そうですね、ダブルキル欲しいところでありますが、ダブルキルが欲しい。さあ来た、うまい。背後を取ってるダブルキル。完璧だ。しかし正面ベンジーフィッシュ。なんかワンワン。はぁ。打ち勝った。なんで？これで3対0。大逆ね今の勝負。いやこう G2 の懸念。ボルト。この位置からのオールドロー。かなり強気だ。普段の試合じゃ見れないでしょう。最悪逃げなくなっちゃうんですかね。そこに上がってきたウルトのバースカット。タイミング手前のウート。うぃーいやなんじゃ今の辺。前に出てクラシック右クリック後ろのブーが削り切った。ウート最強チームヘレティクスパーフェクトラウンド4対0。リーフがあと1ポイントでロックダウンが上がるため、そこを回していきたいんですが、これさ俺の持論じゃなくて統計なんですけど、これこのオーバーを上げたいだろうという狙いを分かっているウート。名前がジョーから始まるやつ、強いんじゃなくて上手いやつが 100%。 これマジで顔も IGL っぽい。このジョナピージョンキューティー、これうまくチームヘレティクスは切らせたと言っていいでしょうね。ジョジョ本来であればサイトこのリジョージーも手前の圧かけましたからね。そうですねジョン竹内。いやしかしリエンズのキルです。でも立川さんに負けたって言ってたんだよな。マジで悔しい。先にロックダウンを切ってジョージーとフラグメントを使っての取り返し、人数をかけて、ただ11トレードロング側のトレントも耐えています。 G2 優勢。これは IC がウートを落とし、広がったピーク構図の IC のカバー。手前のゼロポイント3人がかかった。大きいパッチティング。うわおなら出たちょっと待って、2人目強すぎておなら出ちゃったあーの声と一緒におならが出たわ。ただ10発いった、頭入後ろからのスラッシュのカバー、このジョナピーの意思を活用して B に攻めようという狙いの G2 ですが、アイシーこれ目抜きで死んだね。かわいそう。動きも止めていきます。さらにホール側ではリエンズ、浮きだるま側からはブーのキル。これは無理。残ったバーリンをブーが仕留めて、さあ手前パイプに対してのあのサーブ、しかしメインからパッティック、もうハンターシューリーの会社当たってる。うわうんまウルト、うわエルボーの進行サイト中に進んでくるところ、ここで破壊された。キング上からジョナピー横ウート、アップドラフトショーティー持ち帰る。うわウートソードも打ち勝ったラストラウンドも取り切ったチームヘレティクス。ウートG2 イスポット10対2で抑え込みました。マジ強いな。完璧に抑え込みましたねチームヘレティクス。 B 側が本命、早めですね。そうですね、このジョナーピーの位置はいいもの超えてきた。おーブー強いよ。はいベンジー音聞いて、ミッドの足音聞こえました。いやタレットが反応するからな。しかしこれラークするタイミングめっちゃむずいんだけど、タレットが配置されているサイト中の打ち合いでは、はい完璧。しかしそのタイミングでベンジーフィッシュの抜き、はい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 、これはかなり絶望的だ。ああ頭入れんだ。体力削れていたウートはバーリーに倒されます。ヒーリングオーブ2秒で上がりますが、ああ最後はリエンズカーテンを越えてきました。11対2後半のピストルもチームヘレティクスが、さあここから前行った。ビジーを起点にして取り返すか。カーテンを越えた。バースバラとバーリン、おースティンガー、はいスティンガー伝説。
スティンガーで、みんなスティンガーを使おう。スティンガーです、スティンガーです、スティンガーです、スティンガーなんです、皆さん。はい、ゴミ。スティンガーやばすぎー。さあ、ここでタレットが破壊された。ベンジ、ボイラーのタレットが反応、そして正面も超えていったんですが、バーリンダブルキル。おお、リエンズ、マジか。重なってしまったところ、すべて持っていった。イエロー進行見えた。解除の姿も渡っているため、リエンズハンタースキューリー当たったー。後ろからベンジーフィッシー。マッチポイントはチームヘレティクスです。まあ、これで一度仕切り直しでアイシーのスラッシュを軸にしたリテイクが見れそうですよね。ロックダウン、バックサイドに対してはリコンボードのサイト中ではバイパーフィットことができるか。スラッシュ、さらにはハンターキューリー。やばい、むちゃくちゃ。何これ、マジむちゃくちゃなんだけど。ウートの位置です。なんだこれ、何何何何何、マジでむちゃくちゃ。はぁ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 、なんでバイパイしてんの。いい、何これ。ベンジーフィッシーが倒れています。 1V3 ウートの位置に対して、はい、切ったトレント、何もわからん。オールドローン、ミッド側スポン側姿は見えませんでした。先にヌヌコマンドを切ったのはパティックです。まだ上がりました。チームアビリティも豊富に。これいや遅延できなくー。これさ、もう無理かわさせないですね、このスネークバイト。スネークバイトによって止められている。カバーのリエンズも合流しているんですが、トレントのキルです。うわ、ピク、それだよね。テルウィンド逃げた、逃げた。おわ、抜いたんだけど。貫通でのキルです。裏からのジョナピーに対してはネスト側残っていた。いや無理だよな。モッシュピット一人持っていったものの、やはりリードが効きました。ビリティフィッシュだってケージもありますもんね、これ。そうですね。しかもゴース持ってるんで、買ってもらってましたね。ファーストブラッドパテック。階段側からのキルです。サイファーに買うの珍しい。アッパー抜けに対しては、ああ。このゼロポイントでベンジーフィッシーの姿は捉えました。リコンボルトを入れてからサイト攻め、ジョナピートレントと素晴らしい形になりました。ベンジーフィッシーダブルキル。言うて耐えてる。ただ体力残りますか。そのカバーにトレントが入りました。ワンブイツ。中に入った。設置。手前の勝負。ワンワン。ワンブイワン。オフアングル。手前。位置が分かった。おわ。理想のタッチ回りを見せました。ピストルのセリフ強いね。いや、このラウンドにも大きすぎる。でっけ。ラウンド先制はチームヘレティクス。レアリー、レアリービッグラウンド。A メインに対してのダークカバー、ショートからのエリアドル狙う。うわー、ワイヤーうめぇ。これは作戦勝ちだ。やっぱサイファーいいなー。ヘレティクス素晴らしい守りを見せている。ショート当たりに来たところ。うわー、全員持ってちゃった。完璧な抑え方でした、ヘレティクス。強すぎ。まあ、やはりこの防衛においてはベンジーフィッシュ、ちょっとガーデン抜けですね。ただカウンターリコンによって止めることができています。その間ミッド上がりきったウート。おー、やばすぎるこの男。そしてブーもウート止まりません。エリアが狭すぎる。裏からもやってきた。まだ行くの。うわーのウートやばすぎる。ホテルの進行狙うか。いや、先にアクションかけました。さあ、パラノイアからのセットアップ。しかしオペレーター、ウート 2-1。 このオペレーターが立ちはだかる。3人目フラッシュからショート警戒、抜けたところはリエンズが抜いた。トレント1人、しかし2段で置いていました。9対1、完璧だ。ただこのショックボルト、めっちゃ痛いな。あ、でもそんなに痛くない。かわせましたかね。ただベンジウート少し削られた。フラッシュに対してはアリコンも映った。フラグメント、ベンジの位置、前に出てかわせるか。おーおーおー、中に入れた。正面からベンジ生きてんのこれ。サイドからバーリンを潰した。うわー、どかしましたね。うわー、誰も死なねー。体力がないのに誰も死なねー。トレントがウートを倒します。手前もリーフ、メインから、え、クラシックブーバー。うわー、やばすぎる。うわー、後半のピストルのヘレティクスが立ってしまいました。やばい、これが無料武器ですか。やばい、うんこ漏れた。ハンドルです、あれ。あ、なるほど。おならとかじゃない。抜けたい時はハンドレットシーブスの、これやばすぎる。パチンコ、ここでアイシーオペレーターを出しました。うわー、ジャンプピーク打ち抜いた。アイシー、今度はエーシャー。オペレーター、
フートが手前に流れていく。リーフこの位置見つかった。素晴らしいエントリーです。ベンジーフィッシーがそのウートが釣り役になって、トレント耐えれるか。サイト中、うわ抜き運命。トレント、トレントもなんだかんだ言ってめちゃくちゃ騒がれたプレイヤーだからな。ショックボット、さあそこをジョナピーが抜きました。ここでハンター強いサイトに対して切っていく。手前警戒、気づいた。うまい、ウートの切れ。どうした、サイト中バーニー逃げ場がない。よりは間に合うか。うわフラッシュ、フラッシュ、フォンからのフラッシュ。ジョナピー切ったもののリエンズのキルです。サイトラフラグメントどかした。ここはジョナピー、うまい、フラグメント、うまい、どかしてからのトリプルキル。うわあ、トレントもメインを抜いた。これで11対7は取り返し成功。やるー、強引に突破しようとするのがヘリスです。まあベンジでよかったな、生きてりゃいいから。ベンジそれもトレントはオーリンを、いやうわあ、犯罪でくさ。十分でしょう。かわしている。あ、見つけたブーが打ち抜いた。いや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 、これちょいまずいよ。これちょいまずいよ。実、結構まずいよ。から2名の取り返しに気づけるか。いやこれ、うん、気づくね。これのナイフ一人は気づく。オペレーターなのが少し苦しいですね。ブーのポジション非常に重要です。あ、ダブルピーク。そこを崩したバーリン。この家もまだ残っている。ただそのパラメーかわした。しかしアイシーオペレーター打ち抜いた。一人。パラダブルピーク。G2 9本目マジ。フロムザシャドウズスパイクを持ってバックサイドに飛んだ。ウートの姿映ってるが、このリーグの位置がわからない。手前のアルキュー、うわぁ、設置はできたものの、手前はトレントのオーディンだ。ワンブイフォージョナフィー抜き切った。逆転 G2 マッチポイント、後続入れません。やっぱアタッカーがキル順位テイクの体勢整えられてる。リーフオーディの抜き待った。正面の打ち合いではブー、体力苦しいのがチームヘルティクス。おぉベンジフィッシュ、ベンジそれトレントの位置にも圧がかかる。人数有利、ヘルティクス先に勝負を仕掛けた。抜いた、抜いた。トレントお前、人数状況逆転。スポン側からジョナピー削り切った、取り切りました。11対2からの伝説的な逆転劇。マジか、驚異の11本連取、大逆転を見せました G2 e スポーツ。クセス前に KG スパイカメラを設置して入ってくる。ここでツリーを開けた。ホールドラインを返したリエンズですが、すごい、わわ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 わ、さらにはバーリー、うわ何それ。ただ B メインではパティティック、しかし A リンクに来るところはトレント。ただこのスパイクを取った瞬間にスモーク抜きが行われるでしょう。トレントが決めた、うん、開幕の G2 のカウンタープレーがここから A がれきの取り返しを狙う G2 がれき裏。シーズグレネードクリティカル、うわ死なない、助かった。がスネークバイトもかわした。これスキル3つ使わせたの美味しいな。いやあそこのガリキューラのねシーズグレネードで痛いんだけど死なないんだよな。バックラインであくまでも A 側の配置をずらすのが狙いです。クロスバックシーズに捕まった。さらにはフォールトラインが入って越えた先、アイシー耐えられるか。アイシー耐えた。アイシー2キル目正面、ブーが崩すものの時間がボムがボムがボムが入るしかない。G2 ベンジ次第だぞ。もう 2v3 取れるか。ヘレティクス 2v2 ただ取れると。ベンジ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 、カメラもある。正面での勝負を狙うが本当にかかった。おお 1v2 クラッチ作った。ベンジフィッシー、いやこれは作ったB 側 C 側は相当固めることができますよ。ファストリテイクも行える。さあここから C サイト早めのパラノイア、あそっちが死んのかわいそう。秋川1位ストレート人数を変えて取りに行く。3名でのピークでした。ヘレティクス徹底しますね。正面の取り返しは2人に任せつつ、パラベンジーフィッシュのカバー、ジョナピーの位置も分かりました。たまらない。リエンズは倒されないように時間をかけました。時間が少なくなってきた。ああうまっ。
倒しきったもののノータイムです。今の音出して追い相手のピーク置くムーブ上手すぎる。解除はできません。ラウンド取得はチームヘレティクス。 A に対してパラノイアを構えるバーリン。回転扉立ち回る。あでも音が鳴ったぞ。手前張り付いて、まあ、勝てば問題ないですね。ベンジーフィッシーを落とした。フォルトライン横からのジョナピー。サイト中のバーリンは倒されたが後ろ回ってくるぞ。ジョナピーが時間を稼ぐ。裏取りのリーフトレント8-4。前半8-4。どうでしょうねこれ。ここまで懐入り込まれてしまうと逃げれないぞ。少し削られたヒットストップが入って下がれなくなった。手前バースブラッドオブ。いやよただカバーのアイシーです。ただ正面のリテイクはベンジーフィッシーのみなので、ただ釣りから入ってきたバックサイトバーリンメインカーマシンです。ドロップ側にトレント入っている。背後を捉えきれなかった。11トレードに収まります。おお、ただ正面の打ち合いジョナピー。ベンジーフィッシー 1v2 再び救えるか。いや時間ないですね。無理これうますぎだろ。そのままジョナピー決め切った。後半のピストル B 面の取り返しを狙うヘレティクス。フォールトライン合わせました。うまくかわすことができたがカバーティーフィッシュカバーのリーグ。あこれで B メインに。これ3ラウンド目にやるプレイじゃねえよな。状況を一気にベンジーフィッシー耐えられるか。見つけた削り切ったのジョナピーです。わーいやマジこれ3ラウンド目にやるプレイじゃないんだよな。あの手のプレイ当たってるし。当たっている。いったハーフ 53HP やばい。これ横を取ったヘッドショットものにしてしまうのか。ただパラノイアとフォールトナインはクリティカルだ。ベンの中隠れたリーフのスモーク吹き。うわーヒレティクス 1v3 ベンド側時間を稼ぐ。最後はバーリンが決めた。最後も徹底しますね。再びリーフが入ってきた。ワンピックを取って下がった。いやしかもカバーのポジションも見えたからこれ今 A2 確定なんだよね。 A ライトフォール C 側1人チェック B のカバー A 側2だから。バックサイトに対してのホント抜き出した。もうフォールトラインのカバーはあるもの。ゴー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 。うわートレント目抜きカバーマ。ケージ中にリエンズが入った。止まった。奥を抜いた。しかしジョナピーがまたしてもカバーを通した。どうが決定打になるか。手前のジョナピー。これは GG かー。手前に張り付いた。あ、GG 抜けたところはここもジョナピーが決めた。 GG だー。チャレンジャーズからの挑戦はまだ終わりません。アテンションから勝ち上がった G2 e スポーツ。いやこれはもうセカンドセカンド本当に快進撃ですね G2 e スポーツ。